じゃメンバーしか読んでくれない、寂しいからパチンコ。ペコーラ申し訳ないけどメンバーの方が不満を持ってると思う。メンバーよりもメンバー以外のこと読むこと多いよな。むしろ逆ってよく言われるんだけど。ペコちゃん、ペコちゃんはあのメンバーじゃなく白米読みすぎ。そっちの方がめっちゃ多いよ。むしろメンバーの方がむしろ不満持ってそうだもん。いや別にペコちゃんはなんかその意識しちゃってるわけじゃないけど、全然読みたいコメントを読んじゃうからあれだけど、前言われたもんな、メンバーじゃなく白米多くねって、白目立つからなって。いやみんなそれぞれ目立つ。でもペコちゃんはパッとこうやってチラッてコメント見た時に一個パッて見るんよ。その全体を見ちゃうと何が何だか分かんないから、パッと目について、あこれ読もうって思ったらもうそれ一気にもうパンって口で読んじゃうからあれないよな。メンバー3年だけど読まれたことない。今読んだよ。コメント読みは嫉妬かなるよね。あとリプとかもじゃない。リプとかでさ、あの人にも何回もやってるな、僕はまだゼロだ。でもペコーラね、他の人の配信のコメント見ててふとあるコメントがパッて光るの。そしたらその配信者の人もそれ読んでた。やっぱなんか読みやすいやつとかやっぱあんじゃない。意外とそのみんなが同じこと言ってる時に角度変えてコメントしてみるとか難しいけどね。いやそういうのだとみんながじゃあかわいい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 の中に一つだけうんちってさ流れたらさ、うんち目つくやん。あれうんちっつって、そういうことなんじゃない。今とんでもない汚い例出しちゃったけどさ、なんか目に入りやすいよな。例え悪すぎる、そう申し訳ないけど。でもそのうんちを読んでるとコメント欄がうんちばかりになっちゃうから気をつけなきゃいけない。ほどほどなのよね。